打ち取ったか、ファーストゴロ、侍ジャパン、メジャーをノーヒットノーランで沈めました。なんと侍ジャパンがメジャーリーガーに一本もヒットを打たれませんでした。日本の野球はついにここまで来ました。2017年のWBC 世界一奪還に向けて動き出した小久保ジャパン、見事な勝利でこれで12年ぶりの3連勝、そして日米野球なんと24年ぶりの勝ち越しを決めました。日本でそしてアメリカでプレーされました松井秀喜さん、はい、この瞬間を今どんな気持ちで見届けられましたか。いや素晴らしいものを見せてもらいました。複雑ではありませんか松井さんは。いやそんなことないですよ。そんなことないですね。これはそれだけね日本のピッチャーのレベルが高いということだと思いますよ。それはもう改めてね今日の試合で明らかになったと思いますけどね。立浪さんはいかがですか。まず則本投手が今日非常にね相手を圧倒するようなピッチングから始まりね、はい、他のピッチャーもそれに続きましたよね。素晴らしかったですね。